今日は南紀白浜吉野熊野国立公園名勝三段壁に来ています。三段壁は南北2キロにわたり南海岸にそそり立つ高さ50メートルの断崖です。その昔漁師たちが通り行く船や魚の群れを見張った場所であったため二段と呼ばれており、それが転じて二段壁、やがて三段壁と呼ばれるようになりました。地下36メートルの洞窟は平安時代熊野水軍の船の隠し場所だったと言われていて、歴史と自然の神秘を体感できます。こちらの建物から地下36メートル下の洞窟に降りることができます。洞窟内です。洞窟の中には日本最大級の青銅でできた室台弁財天が鎮座していて、パワースポットとしても有名です。熊野水軍が待機休憩した小屋を史実に基づいて復元されています。波の高い時は洞窟内で激しく砕ける波を見ることができます。波の引き際に水が吹き上がる潮吹き岩はすごい迫力です。庭園内にある観賞用の手水鉢に色とりどりの花が浮かぶ花手水は、直径約70センチの手水鉢を季節の花で覆い尽くしていて、今 SNS でも話題になっています。建物の海側には足湯場所があり、太平洋を見ながらゆったりと足湯を楽しむことができます。ここでは地球が丸いことを体感することができます。先端に通じる歩道はとても美しく整備されています。写真をよく見ると先の上にちょこんと乗った岩が見えます。これが近年の台風で打ち上げられたサンドロックです。さらに大きな岩もありました。この岩も遠い昔に打ち上げられたものでしょう。三段壁周辺の散歩道には防風林の松、和歌山県の県木、ウバメガシ、白浜町の町花である浜湯、その他松葉菊、ハイビスカス、ブーゲンビリア、白浜ドリームブルーと呼ばれている青紫の朝顔、通称名医者いらずと呼ばれている木立アロエなどが植生していて、ここは南国ムードあふれるとても美しい空間です。今から約1500万年前、紀伊半島で激しいマグマの火山活動があり、三段壁周辺に鉱山ができたため、昭和の中頃まで鉛や亜鉛や銅などを産出していました。次の動画では、南紀白浜の名勝、千畳敷を紹介いたしますので、チャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちください。2023年5月21日、今日の南紀白浜はとても良いお天気でしたので、素晴らしい綺麗な夕日を見ることができました。